はい、皆様こんにちは、こんばんは、ヒロです。先日お送りして評判が良かった1980年代の音楽事情、ギター事情っていうね、あの動画を、送らせていただきましたけども、配信させていただきましたけども、非常に評判が良くてですね、で今日はその続き、1990年代の、おっさんの話をしたいと思います。あのよかったらお付き合いください。1990年代っていうのはね、まさに私がもうバンドどっぷりだった時期だったんですね。ちょうど、大学生だったっていうこともあって、本当に音楽にもうどっぷり使ってました。で、私が金髪だった頃ですね金髪だったんですよ当時まだ金髪そんなにね、市民権ってなかったので、金髪の髪の毛をして、髪の毛本当もう本当ブロンドですよにして、それで電車に乗ると両サイドが開くというねそういう時代でした。学校に行って、学校のその食堂でご飯を食べると周りに人が一個ずつ開くと、あのそんな金髪の人間なんてちょっと危ないんじゃないかって言ってた時代だったと思います。とにかく周りに人がいつもね、あの一つ分開くんですよいろんな席がという記憶はあります。で90年代ね、1990年代っていうのは私の記憶では結構ね、過渡期だったなというふうに思ってます。何がっていうか音楽ですね。例えば80年代っていうのは、いわゆる日本のジャパメタっていうものでいくと、ラウドネスが出てきて、アーシェイカーがいて、バウアーがいて、44マグナムがいてって、こう、どんどん出てきてた時代ですよね。X-rayが出てきて。それから、あとリアクションがあって、デッドエンドがあってこうずっと続いてる。とにかくその80年代っていうのは本当にこう勢いがバーッとムーブメントが起きた年だったんですけど、90年代に入るとその辺のね、あのバンドが結構解散し始めたんですね。44マグナムもそうですし、あと X ジャパンも解散をしてますよね、90年代に。で、まあ世紀末、僕の好きな世紀末も解散しました。今世紀末はね、ちょっと最初の元々のコンセプトで、20世紀末に地球征服を終わらして解散っていうコンセプトだったんで、あれは解散せざるを得なかったと思うんですけど、まあそういうこともあって、本当にね、90年代っていうのは本当多くのバンドが解散しました。非常に寂しかったですね。まあそういうこともあってか、洋楽の方にかなり我々こう一緒にねバンドやってた連中みんな目が向き始めて、確かガンズのあの Use Your Illusion でしたっけ、あのオレンジっていうか赤っていうか黄色っていうかね、オレンジっぽいやつと、あと水色のやつのアルバムが出たのが、あれが確か90年代だったと思うんですよね。で一緒にバンドやってたベーシストの子が本当ガンズが好きでね、もう聞けってずっと言われてたのを思い出しますし、あと90年代っていうとちょうど LA メタルのブームがまあ、こうバーンって80年代後半に起きたと思うんですけど、その流れがこう出てきて、あとメガデスとかね、とジューダス・プリストのペンキラーとか、そういう名盤がいっぱい出た頃かなと思うんですね。あとスキッドローだったりドリームシアターだったり、その辺がちょっとね、音楽のパターンがいわゆる昔のこうゴリゴリ押してたメタル一本からだんだんこう広がっていったっていうんですか、シンフォニック系が出てきたりした年だったんじゃないかなと思います。ですのでね、その頃っていうのはもう本当に何て言いますかね、乱調っていうんですか本をたくさん読むのは乱読っていうでしょ。なので手当たり次第聞いてたんですよ、乱調こんな言葉があるかどうか分かりませんけど、とにかく学校のそばにレンタル CD 屋さんがあって、もうその頃 CD でしたからね、レンタル CD 屋さんがあって、とにかくもうほとんど毎日行って、もう常に何か探して借りて聞いて、ずっと聞き続けてた時代で、その頃はもうね、学生街っていうのは本当に回転が CD とかの回転がすごい早いので、で特に私が聞くようなメタルの音楽っていうのはもうすぐにね、お店が用意してもうすぐに人気がなくなって、すぐにこうやっぱりね、あの再販コーナーに回るんですよ。いわゆる中古販売コーナーに回るんですよ。でメタル音楽っていうのは本当値段がすぐに下がってですね500円以下になることが多くて、なので結果的に CD 借りるよりもう買っちゃえっていうので、中古 CD はねかなり買いました。もうほとんど買いましたね、お店のやつは。でなのでもう後で気づけばすっごいな数になっちゃって、どう処分しようかって、どう処分したのか知りませんけど、多分親が処分したんだと思うんですけどね、もう気づいたらありませんでしたけど、そういう時代が、あ、それ持ってったんだよ、俺ブックオフとかに持ってったんですよ。そしたらもうほとんど二束三文でほぼほぼタダで全部ね、
引き取られたというか片付けたというかっていう、そうありましたね、まあ、とにかくそうやってとにかくいっぱい聴きまくってた時期ですよ。で新しい音楽新しいものを吸収しようで、私の一つ上の先輩がドリームシアターにハマっちゃってとかね、ドッケンやってた方がドリームシアターにハマったりとか、そういうのいろいろやってた時で、まあ本当にね音楽のジャンルメタルというかロックというかの音楽がすごく広がった、こうね派生していった時期だったと思います。でところが機材に関してね、まあ、私は評論家ではないので音楽のことあまり知りませんから、音楽っていうかその、ね、歌の方ねあまり知らないのでその辺はうまく話せませんけど、やっぱり機材に関してはずっとねそのまさにバンドどっぷり一番使ってた時期なので、当然よく機材はチェックしておりましたが、私の記憶では90年代、まあ、前半ですよね、前半っていうのは本当ね、まあ学生だからかもしれませんけどボス一色でしたよ。ボスコン、ボスのコンパクト、もうあれでしたね。ほとんどみんな足元ボスばっかりです。ボスのコンパクト で中にはねちょっとお金がなくってグヤトーンがあったりとかね、まあヤマハさんは私ぐらいしか持ってなかったんですよ、オーバードライブぐらいしか持ってなくって、みんな基本ボスでしたよ。だからもう音みんな一緒。そうなのでスタジオに行くと JCM が置いてあって、あとはメサブギがあったりフェンダーがあったり、それからヤマハさんがありましたね。ヤマハのソリッドステートがボーンって置いてあったりするスタジオもありましたね。でまあソリッドステート、ヤマハさんのはなんか微妙にいい感じで歪むんですよね。そのめちゃめちゃ良くないんですけど、まあ音は作りやすいので、まあ意外と使ってた記憶があります。っていうか当時は私もアンプもうまく使いこなせなかったので、JCM のアンプがもう本当にセッティングとかもいろいろ、まあ多分程度も悪かったんだと思うんですけど、スタジオのね、なので本当にうまく使えずに苦労しました。音作りは本当に悩みましたね。なのでしょっちゅう先輩だったりいろんな人の足元見に行きましたけど、やっぱり結局答えが見つからなかったのが90年代ですね。でましてやマルチなんてなかったんですよ当時は。あったもちろんね、そのグレードの高いものはあったと思うんですけど、それはもうほぼほぼプロユースで、そのいわゆる学生のような人間にはとても手が届くレベルじゃなかったので、結果的に私たちの周りにはボスコンだけがありましたね。そんな時代でしたよ。でギターに関してはまあね、大学生だったというその視野の狭さももちろんあると思うんですけど、基本的にはみんな日本のメーカーですよ。私はフェルナンデスのギターをメイン、フェルナンデスの BSV70 だったかなというような赤のキャンディアップルレッドのね、まあ、こういう赤じゃなくてこう赤メタリックのねのフライング V をメインにずっと使ってましたし、それをゴールドパーツに変えてねこうやってずっと使ってましたし、あとサブで持ってたギターはアリアプロのギターでしたし、そんなですよ。本当国産メーカーばっかり、多分その2本かな、その2本しか買った覚えないですね。あとは人からフェンダーを1本譲り受けたっていうのはありましたけど、フェンダーはやっぱりねシングルピックアップで音作りも全くできないし、その全然だったんで、結果もうずっと90年代はフライング V1 本でずっとやってきました。赤のフライング V1 本逆に目立ちましたねでしたね。うん。で周りを見るとレスポール使ってるのも当然いましてね、その同級生というか中にいまして、でも彼らはねグレコでしたね。グレコの黒いレスポールを使ってたのを覚えてます。名前は出しませんけど、エチ君がね使ってたのを覚えてますし、あとはやっぱクレーマー、あとはやっぱ、結構細かいとこ覚えてませんけど、やっぱり結構ね日本ブランドいっぱい使ってたと思いますよ。グレコ、アリア、フェルナンデス、あとはフェンダーね、フェンジャパンですよね、とかじゃないですかね。バーニーはね僕の記憶ではなかったと思います、いなかったと思います。当時90年代80年代90年代、バーニーってねちょっとなこと言ったらなんか申し訳ないんですけど、正直かっこ悪かったんですよ。あのギブソンを完全にコピーしてるギターだねっていうのが当時のバーニーの認識で、もうパクリの代名詞だったんですよ。他のグレコとか東海とかはそこまで
全然そこまでっていうか全然ねバカにされてなかったんですけど、バーニーだけは私の周りではねすごいみんなバカにしてたんですよ。なので恥ずかしくてバーニーだけは手が出なかったっていうのももちろんあります。でレスポール自体は私がね好きじゃなかったので、こういう、まあ、やっぱストラト系のとんがったこうギターが好きだったんで、まあフライグビーでしたけどねなので、全然そのレスポールには目が行きませんでしたしね。なのでそのバーニー使ってた人はいなかったと思います、はい、まあなんか懐かしい、まあ、そんなでしたね。とにかく音作りが本当に難しかったなっていうのが当時ですね、ボス一色だったんじゃないですかね。私も機材はボス、基本ボスメインで全部コンパクトで組んでましたし、とにかくノイズが出るとかね、あといろんな地元の楽器屋さん、ロックインっていうのがね、新生堂かな、新生堂ロックインかなっていうのが近くにあって、そこによくね買いに行ってましたよ。自転車で買いに行ける距離だったので、そこに行ってパッチケーブルとかも最初何も分かんないでしょ。なのでもうお店で売ってるなんか名前のない ノーブランド品のケーブルのこう4本パックとか買ってきて、とにかくお金なかったですからね若い時は。でそれを買ってきてこうつなげるとなんかねじいじいじじ言うんすよ。どこが悪いのか分からず、もうほんと試行錯誤手探り状態の90年代でしたね。でもまあそんな中でよくやってましたよ、ライブやってましたよ、うん、野外もやったことありますし、ストリートライブもやりましたし、なんかね大学生でしたんで新入歓迎ライブみたいなところやりましたしね、大きいところでやらせてもらったりとかいろいろしましたけど、今思えばもう全部当時のボスのね日本製のディストーションとかねあの辺使ってたんで、多分全部アナログものだったと思うんですけどね、まあとにかくノイズがシャー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 言ってました演奏の合間はなんとペダルを踏んで全部ね全部スイッチオフにしたりとかねしてましたね、うん、まあとにかく苦労してやったわけで、である程度歪まさないと全然音出ないしノイズはひどいし、まあね今思えばねノイズサプレッサーというものがまだ発売されてなかった時代ですから、あれがあったら違ったんだろうなと思いますね。はい、まあそんなとこでしょうか。90年代あんまりね機材で楽な思いをした覚えはないですね。もうとにかく苦労ばっかりして、もうでプロの音には一切近づかないし、もうとにかく音に関しては悩み続けた時でしたね90年代、うん、そんなでしたよ。だから今がマルチが出てる今の時代ってすごいなと思いますよね。だってマルチ1個で全部完結するし、もうフルデジタルでしょ、だからノイズもないし、でそのでマルチ1個でパソコンにはつながるわ、昔なんてそんなもちろんパソコンつながりませんからね。だから今はマルチにパソコン USB で挿してそのままパソコンで録音して、もう素晴らしい音質で入るじゃないですか。いやいい時代だなと思いますまあそんな時代でしたね。たかどか15年20年前ですよね。でそんなに変わるんだなと思って、はい、思いました。まあ、その後はね、2000年代ね、2000年過ぎてからもう私も仕事を始めたりして、就職して仕事をしてって始めて、2000年になってくると今度ねアメリカ渡米っていうものが入ってくるんですよね私のね入ってくるので、アメリカ渡米はまあこれはね非常にねもう涙なくて語れない話ではあるんですけど、アメリカ渡米の際はねさらっと言いますと、機材とかもその荷物を本当最小限、もう小さな段ボールだけでもう身一つできたんですよアメリカに。なのでねギターなんて持ってきてませんし、ギターはだから多分ねアメリカに来て何年か経って、2年ぐらいかな経って日本にちょっと帰る用事ができた時にお願いをして、ちょっと親戚の方にお願いをして空港までギターを持ってきてもらって、でそれを持ってきたのがアメリカの1本目なんですよ。それが日本で買ったイングベ・ワルムスティンモデルだったんですけどね、フェンダージャパンのね、あれをアメリカに1本持ってきて、でそっからですねしばらくずっとフェンダーのイングベモデルでずっとやってきて、機材ももうそれこそデジテックの一番ちっちゃい RP の55かな、もうすごい安いやつ、あれを中古で人から買って40ドルぐらいで買って、もうそれだけでもうヘッドホンつけて、もう本当にねもう自分小さくね部屋で小さくなって一生懸命こうね弾いてやってたのを思い出します
まあその多分その反動でしょうね。今が本当に止まらなくなっちゃって、いいものがあったらどんどん買ってしまうというのは多分その時の反動ですよ。なので、ね、皆さんね、若い方ね、もし見られてたら、ある程度経済的に問題がないようであれば我慢せずに買った方がいいと思います。でないとある程度年を取ってくるとですね、このおっさんの年になると、ちょっと自由になるお金が増えるでしょ。そしたらね、楽器購入止まらなくなりますからね。皆さん気をつけましょう。反動っていうのが必ず来ますからね。若いうちにできることはね、我慢せずにやった方がいいんじゃないかと思います。なんのこっちゃっていう話ですけど、まあそんな感じですよ。90年代、まあとにかく90年代は大変な時代でした。まだまだ大変な時代でしたよ。はい、これなんか どうですか、若い方にはあんまりちょっと役に立たないっていうか、ただのおっさんが喋ってうるせえなって感じになるんですけど、まあ、もしね同じような世代の方、私の見てくださってる方結構多いので、皆さんね、この話、この程度の話で恐縮なんですけど、懐かしく思っていただけたらと思っております。はい、最後まで見ていただきどうもありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。これからもどんどんいろいろな出せるものね、私が持ってるもの、その知識だったり、いろんな経験だったり、その弾き方だったり、持ってるものは全部出しますので、私は別にギターの講師じゃございませんので、もうそういうのはやっておりませんので、何でもね、もう無料開放しちゃいますので、まあ、もしその辺で何かご興味あることがあれば、ぜひコメントいただければ、質問ねに答えていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。ヒロでした。バイバイ。